訓練は堺港に寄港予定のクルーズ客船内で感染者が発生したとの想定で始まりました。クルーズ船の関係者から連絡を受けた堺港管理組合は、その情報をターミナルの管理者や保健所と共有。そして防護服を身につけ、ブルーシートを広げるなどして船から車に誘導する手順を確認していました。今後のクルーズ船がどんどん入ってきていただけるようにもなると思いますので、最初のクルーズ船の受け入れをですね、万全の体制で、受け入れたいと。堺港管理組合などでは、今後税関や検疫などとの合同訓練も実施したいとしています。